朝さ入るとさみんなチェーンとか角材置いたの持って集合みたいなさいなんでマリこんなとこで死んじゃうんだろうと思ったらピーターパンやってたんだよねそう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 、そう殺してくれないと出られないってことになっちゃってね。そうそうそう、CG とかないからさ、もう実際に燃やしたもんね、小屋。もう殺虫つけてなぎなたでなんかあの戦ったのが結構馬に乗りながらだったから結構大変だったね。そんなこともやらされた、すごいね。ほらもう馬に乗れるの知ってたからさ、作家が。こんにちは、伊藤和恵です。今回のシーマドライブトークのお相手はひきりえさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶり。お久しぶりだよ ね。同じ会社なのに全然会ってなかったね。コロナもあったし、ね、うん、その前は結構プライベートでご飯食べに行ったりしてたんですけど、今日はあ、初めての女性ゲストです。あ、わー、ありがとうございます。ずっと男子ばっかり乗ってて、本当女の子ゲスト、噂のシーマ嬉しいな。あ、よかったじゃあ早速出発しますか。はい、はい。やっちゃえ伊藤和恵チャンネル。出発です。すごい、ここまで入ってる。結構入ってる。結構ね、入ってる、ね、この辺まで入ってる、すごい。バレちゃうじゃん広角なんだよね。芋も出てるからね芋腹も出てて、芋腹も出てる。いや、本当に中年になるとさ、痩せなくなっちゃう。痩せないね、本当にやだね、この代謝の悪さ。そう、代謝が全然上がっていかないんだよね。そのさ、ほんといろいろ教えてほしいんだけど、うん、ダイエットの話、もうそっちなんだけど、どっちかってあ、じゃあそれはちょっとついてから喋ろうか。う、ね、最初に会った頃の話、初めて会った時の。あ、違う、高校生夫婦っていうダイエドラマで共演したのが初めてだったのかな。高校生夫婦、高校生夫婦。でもさ、私だいたい単独だったんだよね。そうでしょ、そうでしょ。そうで、リエはなんかマイコたちの友達役かなんかで、きっとわちゃわちゃして向こうの団体だったんだけど、そうそうそう、私ほぼ一人でなんか独り言なんか鳥に喋りかけるみたいな役だったから、そうだったね。マイコともそんな話してないなっていう。あれ、そう、あれが初めてか。あれが多分ダイエドラマ初めて。あ、そう。そうそう、私も初めてで。マイコも多分、うん、あの初めて。なんか覚えてないんだよね、高校生服。覚えてないね。なんか制服着て集合みたいなことしか覚えてない。記憶が。相模女子大とかだったっけ。あれは相模女はね、不良少女と呼ばれて。不良少女か。あ、もう私運動ができないのに、うん、あの相模女の塀を、うん、伊藤舞子と登らされて。登ったの。あの子すごいじゃん、マイコ。いや、すごい身体能力だよね。ね、パパーンって上がってくるのに、うん、私が、うん、まるで全然登れない人みたいになっちゃうわけ。それが普通なのに。違う、女の人は無理っていうのを、マイコがペペーンと登るからさ、うん、ね、なんでできないのみたいな。そう、もうじゃあそんな登れないって普通って。壁なんか普通の登らないよね。マイコの身体能力たる、あれはすごかった ね。僕と思って集合だったじゃない。そうだったっけ。朝さ入るとさみんなチェーンとか角材置いたの持って集合みたいなさまず立ち回りを。あ、それは不良少女の時、ね、そうそう、不良少女の時。そうそう、不良少女の時はでもリエとは少年院の中で結構一緒だったよね。針でチクチクいじめてたのってリエだよねあれ、和恵がやったの？私がやったんだけど、私が。いや、違う違う、わかんない。言ってたんじゃない？こうやれって言って。あ、そうかもしれない。で、やってたのはリエなんだよ、確か。やられてたのね。やられてたんだっけ？私、やられてた。あ、やられてたんだっけ？そう、ネットをかけられたり。うわ、怖っ。チクチクやられてたのは私です。そうか。そうそうそう。いじめのさ、描写がすごくってさ。そうだよね。ね、なんか再放送とか。放送禁止になってたもんね、あれ。そう、あれ教育委員会とかが ね。それでやらないんでしょ。そう、やらない。ひどすぎて。なんか再放送の方が 30% ぐらいすっごい視聴率で。あ、そうなんだ。影響力がすごかったらしくて。そうなんだね。あとは
共演してるんだね。うん、丸2年ぐらい一緒だったってことだね。そうだよ ね。昔ワンクールって言ったら2クールずつあったもんね、うん、どんどん1本半年。そうダイエーの中川原スタジオにね、行っててね、もう食事どころがさ、近くのラーメン屋とスカイラークだっけしかなくて、そう不良のメイクで、のまま行って、最初驚いてたけど、もう店員さんも慣れちゃってね。慣れてたよね。団体でゾロゾロ行って。そんで、注文して、食べきって、うん、で、衣装替えとかね、メイク替えとかもあるから、結構1時間だとタイトでさ、ね、大変だったよね。早食いになったよね。めっちゃ早食いになったね。本当だよね。あの時よく頑張ってたなと思ってさ。頑張ってたよ。なんか本当に若いからできた。あ、私ね、不良少女の時に、うん、まあ、マリ役をやってたじゃん。でどっか多摩川の土手っていうか、あの川っぺりかなんかに小屋建てて、うん、あの爆破させるのあったじゃん、火事になっちゃう、私死ぬやつね。そうそうなんでマリこんなとこで死んじゃうんだろうと思ったらピーターパンやってたんだよねそう舞台でどうしてもそうウェンディやっちゃってて、で夏の公演があるからもう殺してくれないと出られないってことになっちゃってね。そう両方はできなくて死ぬことになっちゃったね。急に死んだよね。急に死んだよね。その頃 CG とかないからさ、もう実際に燃やしたもんね。本当に燃やしたから、ね、もうすごい熱いの、ね、いやすごかったよ。すごかったね。あんなアドレナリン出る撮影ないよね。ない。もう一発勝負だからさ。そう NG 聞かないし、しかもフィルムだからちゃんと撮れてんのかなみたいな。ねえ、これでいいのだろうかって思いながらさ。あんなところでさ、燃やすなんていうのもできたのもあの時代だからでしょ。今できないでしょ。消防法とかなんか。できないと思う。絶対できないよね、燃やしたりとか。たまにあの前撮ると。うんね、普通に会社が立っててさ、ここで燃やしたいな、燃やしたなっていうそう結構ちゃんとした小屋建ててね、木造の ね。でなんか閉じ込められちゃうんだっけ、あそこに。私があの主人公の舞子のやってた翔子の翔の笛を、うん、あそこの火事の中にあるっていうんで、うん、身を挺してマリが取りに行くわけです。それで焼け死んじゃうっていう。そうなんだ。誰が燃やしたの、あれ。誰が燃やした。そうじゃない？私か。私が殺したんだ。いやでも、あれだったら和江の役しかないよね。そうだよね。DVD ボックスも出てるから、気になる方はそちらをご覧ください。そうなんだよね。そうなんだよね。あと、ポニーテールは振り向かない。あ、そうだ。和江の主役の。ポニーテールで、なんかバンドのメンバーじゃなかったんだけど、うん、いつも一緒にいる友達みたいな役だったよね。で、あのドブ板通りのところ何度も撮影で行ってさ、横須賀行って喧嘩のシーン撮ったりとかね、いつも喧嘩させられちゃうもんね。そう、毎回なんかアクションやってたな。カズエは大変だったよね。あれ、ドラムも叩かなきゃいけないさ。ドラムが大変だったよ。私、未だに忘れられないのが、氷、うん、川丸乗って、あの中で、そう、カズエがドラム叩いて、うん、私たちから聞くと、うん、全然何がどこがどうドラム間違ってるのか分かんないんだけど、カズエがテイク12、3まで行ったのよ。あ、そうだったの。そう、あ、すいません、間違えました。あ、すいません、間違えましたって、カズエが自己申告で、やってたんだけど、いや、何が間違ってるのか分かんないぐらいちゃんと叩いてるのよ私たちから見るとね。偉いなと思って、立ち回りもやりながらドラムも叩いて。あれがなんて言ったって一番大変な役だったわ、それまでの役に比べて。だってドラムなんてさ、ね、手とか間違えると全部分かっちゃうじゃん。シンバル打ってんのに太鼓の音だとかさ、うん、なっちゃうと。あれ練習したの？いや、1ヶ月ぐらい。でも1ヶ月もなかったから、その前重なってるから、地兄弟かなんかと重なってて、六本木のスタジオに 3,4 回行って、うんうんうん、セットにドラムセットがあるから、うん、まあ、そこで休憩してるスタッフの人とかいたんだけど、うん、もう本番早く進めるためにすいませんちょっとうるさいですけどやりますって言って、ずーっともう早弁して、うん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 、もう叩いて練習してた、うん、いやだってさ止まっちゃうじゃん、なんかそれ NG になっちゃうと怒られるし、うんうん、あの頃ってさ、本当に全部自分でやるとかさ、うん、立ち回りもそうだし、何もかも、なんか CG とか吹き替えが全然効かないっていうさ。そう。手元だけだったりするとね、うんうん、やってくれたりするけど。
大変な日々でしたよね。大変だった、うん、それで女風林火山か。そうそうそう、あ、女風林火山はだからなんだろう、あんまり私も全然なんかタイトルバック取って、うん、子役時代1ヶ月取りますって急に言われて、うん、よしここだと思って運転免許取りに行って、1ヶ月しか空いてないからもう23日間で取って、うん、全部もう2時間ずつこうなんか実、うんうん、取って、うん、そうそうそう、じゃあ短期間でババッと最短で取って、すごいね、よかったと思って、もうあの期間じゃないと多分もう撮れないわと思って、うん、大映ドラマこのまま、ね、ずっと入ってきちゃったら、なんか女風林火山で覚えあるのある？いやもうその免許取りに行ってしか覚えてなくてあ、なんか馬に乗って、うんうん、甲冑つけてなぎなたでなんかあの戦ったのが結構馬に乗りながらだったから、ね、結構大変だったな。そんなこともやらされた。すごいね。これもう馬に乗れるの知ってたからさ、うんうんうん、作家が。ああ、それで。入れちゃうんだよね。でもあのさ、それまで乗ってたウエスタンとかそういうやつと違って、うん、あの、あぶみっていう、うんうん、足入れるところがさ、普通はウエスタンだとこういうあぶみなんだけど、うん、前から、あの、草履履いてるから前からこうなってて、なんか不安定なの。草履で乗るからまたさらに。そっかそっか。しかもなんかすごい重いっていうか、全部の装備がなんか分厚い感じで、うんうんうん、これ馬も重いだろうなとか思いながら。へえ。これは大変だな。私もそれぐらいしか覚えてない。私も全然覚えてなくて申し訳ないぐらいでさ。あれ、リエもだから同じ姉妹、武田信玄の娘役で。そうそう、三女四女。だよね、5人姉妹で、そうで、花見ちゃんが五女で、そうだね、ナナさん、そう、ナナさん次女で、カーチューっていう車のインスタのやつも全然更新できてなくて、えらいね、でもさ、まみにさ、私もブログですら更新してないし、あ、ブログはね、あんまやってない、ツイッターが一番気軽かなっていう感じで、今日の味噌汁の具は大根とか豆腐とか、あ、そうなのだって幽体離脱とかしてたもんね、あ、そうそうそう、普通に最近なかなか飛べないんだけど、飛べないんだ、うん、ちょっとまずいなと思うと意識して戻ってくるけど、風のお母さんみたいなこと言うけどさ、そうだよね、うちのお母さんもちょいちょい幽体離脱してたからね